今回紹介するのは、彼女失格、恋してるだとか、がんだとか、という本です。みそじ手前、プロポーズ直前、まさかの乳がんだからって、恋も仕事も手加減なんかしてくれない。乳がんの告知をされた頃、この本の元になったブログをよく読んでいました。告知されたばかりでただ混乱。 生きるか死ぬかなんてリアルじゃなくてもっと頭を悩ませてるのはお金のこと治療への不安仕事や恋愛のことばかりこの先自分に起こることを知りたくて本屋さんで闘病記を読んでみてもセンチメンタルな美談ばかりでこうなりそうな予感が全くしないしネットにはまたある地がたれ流しの闘病ブログや掲示板を除いては 無駄な恐怖におののいていてましたそんな中作者は普通に仕事して恋愛してる同年代の女性が乳がんになってもがいて格闘してる姿をきっちり書いてくれましたお金のこと治療しながら働くということ恋人とのこと特に彼氏や職場の人たちが力になりたいと思っているのに選ぶ言葉を少し間違えたり 受け取る側に余裕がなくてこじれてしまったりというボタンのかけ間違いのような展開は十分にこうなりそうな場面を想像できるものでした共感する力ってすごいものでドキドキしながら読んでいるうちに病気に立ち向かう心構えができました今回書籍化されて読み直し文章のうまさと勢いの良さを改めて感じますが同時に 乳がんの人が読んで怖くなったり不安に思ったりしないようにとても気を使われていることに気づきます。乳がんになって不安を抱えている方にぜひ読んでいただきたい本です。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。